今日はポリマークレーとレジンを使って小さなアクセサリートレイを作っていきたいと思います。こちらは前回アクセサリーパーツを作っていた時にこのパーツたちを載せていたトレイなんですけれども、実はこちらポリマークレーで作ったものです。今日はこちらの作り方を紹介していきたいと思います。ホワイトの上にエメラルドグリーンの花の模様が浮かび上がったゴールドのブリオンを散らした陶器のような仕上がりです。こんな風にアクセサリーを作る際に小さいパーツたちを載せておいたり、ピアスや指輪などを置いておくためにも使うことができる小さなトレイです。爽やかな感じですね。そしてもう一つ、ゴールドのクレイを使って同じタイプのもので色をつけずに作ってみました。こちらはオリエンタルな雰囲気に仕上がったんじゃないかなと思っております。昨日作ったパーツたちを載せておきます。アクセサリーを作るときに、たくさん小さいパーツがあるかと思うのですが、小分けしたりするときに、少し便利なものがあればいいなと思って作ってみました。このゴールドのクレイで作るとマンダラのような感じにも見えますね。それでは作っていきたいと思います。今回使用するのはスカルピーというブランドのゴールドとクラフトスマートのホワイト、そしてお花模様のこちらのスタンプです。少し大きめのものがあるといいかもしれません。そしてインク台ですね、こちらを使用します。それではクッキングシートを敷いて、まずはゴールドの方からどういう感じで作っていくのかというのを簡単に見せていきます。温めながらよくこねていきます。こちらのスカルピーというブランド、すごく扱いやすくて、クラフトスマートに比べるととても柔らかい感じがしました。では、丸くして上から軽く押していきます。丸めたクレイを上から押して、丸の平べったい状態を作ります。ある程度伸ばしたら、今度はストローを使って引き伸ばしていきます。こんな感じでコロコロして広げます。そしたらこのスタンプを上からポンと乗せて、ぐっと力を入れて跡をつけます。こんな感じで、はい、出来上がりました。とっても綺麗ですよね。こんな感じで仕上がっております。こちらのゴールド、近くで見るととてもキラキラしてて、すごくいい色でした。で、このスタンプの跡もかなりくっきり入るので、とてもいろんなデザインがしやすいかと思います。では、こちら少し厚みが均等でなかったので、また崩していくんですが、触ってもなかなか崩れないくらいしっかり跡が残ります。今の要領で作っていきます。それではホワイトの方で、今度はインクをのせて作っていきます。よくこねます。こちらのホワイトはすごく硬いので結構大変でした。そしたらこのくらいの大きさに切ったクッキングシートを下に敷きます。そうすると後で作業がしやすいですね。で、上からぎゅーっと押し当てます。丸くしたクレイを手で上から押して、まずは平べったい丸を作っていきます。こちらの粘土硬いのでこれくらいが限界でした。そしたらさらにまたクッキングシートを上から乗せて、こちらはストローでは少し無理だったので瓶を使って転がしていきます。綿棒みたいなものがあればいいんですけれども、ちょっと手元にないので、こういった硬いものを使って、薄く伸ばしていきます。左右上下両方から当てて、均等に丸の形になるように広げていきます。はい、もう少し伸ばしていきます。かなり硬いので力を入れて、伸ばしました。はい、こんな感じで広がってきましたので、これで、スタンプを押そうかと思います。このくらいの大きさで、表面にもしホコリなどがついてしまった場合は、キッチンペーパーにエタノールを染み込ませて、表面をきれいにしておきます。他にも、ネイルの除光液などを使っても落とすことができます。
今回面が広いので、キッチンペーパーにエタノールを染み込ませて表面をきれいにしておきました。だいたいこんな感じでいいでしょうかね。準備ができました。そしたらこちらのスタンプを使っていきます。インクを私は裏から直接つけてしまいました。スタンプ台にまんべんなくインクをのせて準備をします。トントントンと、ついてないところがないようにしっかりとインクをのせてください。もう少しのせますね。近くで見てのってないところがあれば、さらにのせて準備をします。それではいよいよスタンプを押していきます。ここはインクを使うので慎重にいきます。位置を決めたら上から手のひらでキューッと押し当てます。結構力を入れて、スタンプを押しました。でインクもついているので、まんべんなくつくように少しだけ、揺らしながらつけてゆっくりと剥がします。できてますかね。大丈夫そうですね。これで決定したいと思います。こんな感じで爽やかな模様が、浮かび上がってきました。このエンボスの加工になっているのもスタンプを使うとできるので、とてもいい技法だなと思いました。そしたら、スパチュラを使って私は周りをカットしていきます。今つけたお花模様の周り、このインクの一番外側に沿って、花の形に沿ってスパチュラで跡を入れていきます。カッターやデザインナイフなどあるととてもいいですね。薄いものを使って、こんな感じで線を入れていきます。ここに花の模様になるように少しカーブを描きながら、まずはこの線をカットしていこうと思います。硬いのですが、切るときは割とそんなに力もいらないので、上からスッとカッターを下ろして線を入れていきます。こんな感じで、回しながら、クッキングシートを回しながら刃を入れていきます。近くで見るとこういう感じです。今花びらの片側の部分だけを切っているんですけれども、少しこのカーブしているところが難しかったです。カッターを斜めに入れるように刺しています。斜め下に入るようにカーブを描きながら 2,3 回線を入れました。そしたら今度は逆側の線を入れていきます。同じ要領で、クッキングシートを回しながら、もう片方の花びらをカーブに沿って線を入れていきます。ここで1回で決めることができるといいですね。後から粘土のガタつきが出てくるので、一度で決めることができたらいいなと思いました。こういう感じで、線をカーブを描きながら入れていきます。花びらの下にカッターが入るように斜め下に向けて、少しカッターを入れております。こんな感じで、そろそろ一周するかと思います。そしたら今カットした部分、線を入れた部分のクレイを取り除いていきます。スッと取れたらいいんですけど、こんな感じですね。もう一度同じところに線を入れながらクレイを取り除いていきます。なかなかこちらの粘土硬いので、ゆっくりと花の形を崩さないように気をつけながら余分なクレイを取っていきます。この角のところがちょっと難しかったですね。綺麗にいけばいいんですが、もっと細い道具が必要かなと思いました。こんな感じで、クレイを取り除いていきます。
べてのクレー取り除くことができました。そしたら、花びらの線に沿って今度はまっすぐカッターを刺していきます。ちょうど次の花びらのところまで、線を入れます。そしたらこういう感じで、立てることができるので、ここにまっすぐカッターを入れて今カットした花びらの部分を浮き上がらせていこうと思います。こちらカットしなくてもいいんですけれども、今回はシャープな花を作りたかったので、ここにカッターの線を入れております。こういう感じで、次の花びらのところまでカッターを差し込んで線を入れていきます。ぐっとゆっくり回しながらそろそろ一周しますね。まず最初に線を入れて、それから花びらを立てていこうと思います。線を入れることができました。そしたら、こんな感じでスパチュラを使って平らなものを使って今カットした花びらを立てていきます。こんな感じですね。カットした部分が少しガタガタしてて気になっているのですが、まずはとりあえず花びらを立てていきます。こちらも、クッキングシートを回しながら1枚1枚こういう感じで立てていきます。クレーをカットしすぎるとここで崩れてしまうので気をつけてください。ゆっくり優しく持ち上げるようなイメージで花びらを作っていきます。自分の好きな高さまで花びらを持ち上げます。はい、出来上がりました。そしたら今カットした花びらの側面なんですけれども、ここのガタガタを取りたいのでスパチュラを押し当てて、なるべく滑らかな状態になるように作っていきます。このあたりですね、すべてちょっとガタガタになっちゃったのでスパチュラを当てて側面を整えていきます。高さも下がってきてしまうので、また微調整をしながら花びらを立てながら横から押し当てて表面をなるべく滑らかに作ってみました。それでもガタつきが取れないので後で、また処理をします。はい、準備ができました。そしたら爪楊枝など先の細いものを使って、花びらの中に点を一つずつ入れていきます。軽くちょんと触るような感じで、ここにブリオンを配置していきたいと思います。穴を開けなくてもいいんですが、ブリオンが転がっていってしまうので私は穴を開けて作っておきました。そしたら今つけた印のところにゴールドのブリオンを置いて、上からピンセットで押し当ててクレーの中に埋め込みます。このブリオンが入ることでだいぶ繊細な感じにデザインが出来上がってきました。では同じようにすべての花びらの中にブリオンを埋めていきます。埋め込みが甘いと後で外れてしまうのでしっかり埋め込んでください。で、ピンセットで周りのクレーを傷つけないように気をつけながら、作業をしていきます。ここでも、クッキングシートを回しながら一つずつブリオンを埋めていきます。この作業がとっても楽しいんですよね。埋め込むのが好きみたいです。はい、全部に埋め込みました。そしたら中の花びらにも、もう一つずつブリオンを配置していこうと思います。同じ要領で爪楊枝で穴を開けていきます。ちょんとブリオンがここにポケットに入ってくれるような感じで溝を作ったらピンセットに取って配置をします。はい、できました。そしたら最後中央にも
ゴールドのブリオンを入れます、はい、最後押し当ててしっかりと埋め込んだらこんな感じで、出来上がりました。なかなか可愛らしいですね。アクセントになっていいと思います。そしたら、最後、先端の部分も少し細く、それから丸みを帯びた感じにしたかったので、もう手で持って少し引き伸ばすような感じで形を整えておきました。こうですね、花びらの先を優しくつまむような感じで形を整えてオーブンで焼き上げたいと思います。今回は、アルミをかぶせておきました。前回色が変色してしまったので、そちらを防ぐためにも、こちらのアルミを乗せます。それでは110度のオーブンで30分、温度を間違えないように焼いてください。はい、焼き上がりました。こんな感じで、焼き上がっております。裏のこのデコボコした部分が、少し気になるので今度は裏の処理をしていきたいと思います。これカットするときに綺麗にできたらいいと思うんですけれども、ちょっとまだそこまでできなかったのでこういう感じで削っていこうと思います。今から削っていきます。裏面はこのままでも気にならないという方はここで完成でも大丈夫です。ではこちらネイルファイルなんですけれども、こういう感じで優しく表面を削っていきます。なるべく平らになるように、少しずつ回しながらこういう感じで、ただひたすら平らになるまで削っていきます。なかなか大変でした。で、少しやっぱりまだ薄いのか完全にレジンほどの強度はないので、誤って壊さないように、クレイを壊さないように気をつけながら優しく削っていってください。だいたいこういう感じで削れたら、今度は180グリッドのもの、こちらもネイルファイルなんですけれども少し、細かい目になったもので、表面を滑らかにしていきます。このままずっと目を細かくしていって研磨していってもいいかもしれないんですが、私はこの後レジンを流していきたいと思います。少し強度も心配だったので今回は裏面にレジンを流します。で、角の部分、ここですね、手首を返しながら粘土に沿ってファイルを動かしてあげると滑らかに削ることができます。こんな感じで、仕上げようかなと思います。まだ気になるんですが、ここまででレジンを流していきたいと思います。裏面からコーティングをしてトレーとしても強度が出るように、裏面にはレジンを流しておきます。こちらのゴールドのカラーはレジンを流すとさらにラメが浮かび上がってとても綺麗なカラーになりました。なので表面もつけたいという方はお好みでつけてください。こんな感じで全体に広げます。ではレジンを流して爪楊枝などを使って全体に伸ばしたらライトに入れて硬化をします。はい、完成です。ツヤツヤになりました。強度も先ほどよりあると思います。こちらはこんな感じです。ゴールドだとツヤが出ていいですね。ですが今回はそのままのクレーの色を生かしたいので、このまま仕上げることにします。ちょっとガタついてますがこういう感じで仕上げます。で、こちらは表面にもレジンをのせた同じものです。こちらは、そこまでシャープな感じにはならなかったんですが、レジンをのせることで強度もありツヤも出た感じのトレーになりました。これはお好みで作ってください。どっちも欲しかったので両方作りました。ですがゴールドの方は私はこのクレーのカラーが好きなので、あとこのお花、ハスの花のような模様が
ゴールドの方はこのままの方がいいかなと思っております。で、こんな感じでパーツたちを乗せてアクセサリーを作るときに少し分けて置いておけるような感じにしたらいいんじゃないかなと思いました。あとはアクセサリーを乗せたり、何か小さいものを乗せるときに使うのにとても便利かなと思います。かわいいですね。ちっちゃいものがたくさん乗って、しっかりと分けることができました。自分で作ったトレーに乗せてアクセサリーを作るのもまた楽しいかと思います。そして、このスタンプ以外でもスタンプでしたら何でもできるので、アレンジがたくさんできると思います。小さいスタンプをいくつも重ねてもいいですし、いろんなカラーを使っても、いいと思います。ポリマークレイとレジンで作るアクセサリートレイでした。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。